テンスベラギ杯前日本戦手券第4日、12日、G 大阪 2-0 専用。福田 G 大阪の日本代表 MF いて口が吹き傷のため前半14分に交代した。接触プレーで右目つき近を怪我した模様で、長谷川玄徳派、肘が目に行って白目に出血があった。ドクター派このまま続行すると質明の可能性があるかもしれないということだったと説明。救急車で試み後中に病院へ直行した。13日にも帰坂して検査を受ける見通しだ。このまま続行すると質明の可能性があるかもしれないということだったと説明。救急車で試み後中に病院へ直行した。13日にも帰坂して検査を受ける見通しだ。